ハロー、皆さんこんにちは、ルちゃんです。タンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天的企划呢，虽然文章是我从台湾买过来的麻油鸡面。また？また運転に食べさせてるって。今回はね、文章だけ食べさせるじゃないの。私も食べたことないから。あ、そうなの？そう。自分も食べたことないものを食べさせるの？そう。で、これ台湾で有名なもの、日本語で説明するのが難しいので先に調べました。麻油鸡っていうのは。生姜とごま油がたっぷり入った鶏のスープ。これはすごい体にいいの。ポカポカする。あ、生姜入ってるか。そう。なにこれ16,800台湾ドルくんの？あ、違う。これはあのなんか抽選みたいのがあって、これは2019年の2月15日までだから。待ってんじゃん。そう。いっぱい入ってる。有一个调理包、ソースみたいな。塩とかも入ってる。お酒ですね。出た。あれ前もお酒入れなかったっけ？そうそうそう。この2つはお酒入れるカップラーメンなの。それは結構普通なの？普通じゃない。なんかこのメーカーはあの台湾のお酒を作ってる会社だから。ああ。ウェンダーの体験なのでウェンダーに開けてもらいます。開けるのが面倒くさいだけでしょ。どういう匂い？胡椒。あ、本当だ。結構強いね。あ、出た。漢方薬。ちゃんが言ってたやつ。前もこれ入ってる。そうそうそう。里面有枸杞。文章今天有问我说这是什么味道，我说大概就是中药的味道吧，这样。最初漢方薬って言われてなんかちょっとんどうなのって思ってたけど。前の漢方薬。前食ってたのは本当美味しかった。ああ、味が濃いそう。うん。私もこれ初めてだからあまり分かんないね。またカップラーメンでみんな思うかもしれないんだけど、もう私がいろいろ考えてやっぱりカップラーメン食べさせようかなと思った。俺がまず思ったもん。またカップラーメンかと思って。別なもんないのって思って。他のもの食べたい？うん。なんか缶詰とかいっぱいあると思う。あ、そうなの。でもあれは日本に持って帰って大丈夫かな。あ、そういうのがあるのか。とりあえず探してみる。多分大丈夫と思う。那我们手机开始计时三分钟。はい、スタート。文章真的很白目，要拍吃东西。他刚才也吃。これめちゃめちゃハマってるんですよ。これ。そう、これドンキでこんなに大きいやつで980円だけ。これめちゃめちゃ好きで。めっちゃ探してたんですよ。これ子供の時にお母さんがカルシウム取ってって言って、カルシウム取ったら身長が高くなる、身長が伸びるから、最初牛乳を勧められたんだけど、自分牛乳が嫌いでこのアーモンド小魚に。そのおかげか、俺中学144センチだったの、中1。でも今173だから。え、30センチ。30センチ伸びたの。これのせいかわからないけど。お、できました。オッケー。我觉得好像芒果味哦，我没吃过。結構入ってるね、やっぱりね。很多人留言说我们上次没有加酒，其实我们有加啦，只是我剪掉了。哦，はい。ちょっと混ぜようぜ。グイーン。出ないように。出ない。あ、出たよ。ティッシュ、ティッシュ。就跟他讲不要弄，因为文章都很粗鲁，就流出来了。对啊，你不要弄啦。你都乱弄。よし、食べるぜ。好吃。好吃？どういう味？うん、なんかフルーティー。フルーティー。フルーティー。前とは？なんかね、さっぱり系。前のはなんかちょっとこってり系。他说是有水果味。髪の毛入ってる。髪の毛入ってる。めっちゃ美味しい。なんか本当食べやすい。ね、鶏なんかね。なんか独特な味がする。前のやつの方が俺は美味しいと思った。まあでもこれも美味しいけどね。ルイちゃん前のと今回どっちが美味しい？前の味も正直に忘れた。ルイちゃんすぐ忘れる。うん、なんか似てるなと思うけど。给大家看国旗，文章就死都不吃。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 好吃の吃でしょ？うん。不想最近の中国語ちょっと皆様に披露して。我中洗澡。我中公司工作。工作。工作。うん。伝わったかな？生姜の味かもしれない、全体的に。生姜そこまで好きじゃないから、だから前より美味しいって感じないのかもしれない。はい、では100点満点で、これは何点ですか？50点。半分だけ？じゃあ美味しくないってことじゃない？ちょっと美味しいかな。ちょっと美味しいけど、でもちょっと苦手な感じ？前のは何点？前のはもう90点ぐらいだよ。え、そんなに美味しい？本当美味しかった。じゃあ今度台湾に帰ってまた買って帰って。買って帰っていいよ。カップラーメン以外を買ってきて帰ってほしい。わかりました。でも最近ちょっとね、日本も暖かくなってきて、ゴキブリが来るのが怖くなってきた。怖いね。ゴキブリで夏じゃない？今まだ春だから。いや、やつらは暖かくなったらもうすぐ来るよ。すごいゴキブリ怖いんですよ、二人とも。お互いビビってなかなか殺せない。
以上今日の動画でした。次ウェンタンに食べさせたいものがあったらぜひ下でコメントで教えてください。逆に俺が今度ルーちゃんになんか食べさせますんで納豆は先に私無理です。納豆は無理です。はい、では今日は結末はウェンタンにお願いします。はい、それでは皆さんいいねとか、それでは皆さんご視聴ありがとうございます。もしこの動画良かったと思いましたらいいねと、あとどしどしコメントください。活力になりますんで。ん？チャンネル登録。ああそうだ、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time。 バイバーイ。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。